アラビアンキッズカップファイナル今年のファイナルは近年稀に見る接戦となった大きな要因は両チームに特別なエースがいなかったことだという意見もあるが私はそのこと以上にサブメンバーを含む選手たち全員の連動性一体感が例年以上に高まっていたという点に着目している本大会最大の売りともされるベストイレブン方式の浸透ぶりも深く 絶対エースと呼ばれる存在の影響力が試合前予想に半し小さく感じられたのはこの試合だけに限ったものではなかったからだみんなここまでよく頑張ったなだがホイッスルはもう少し先だ集中しよう延長後半かあと15分このメンバーでサッカーできるのあと15分だけだなんて相手もめちゃくちゃいい動きしてるしほんと最高のゲームだなずっと楽しいぜさっきの怪だ 具合どうエリアカバーするから、君にしかできないプレイをしてくれ。00で前半を終えた両チームは、後半に入ると、プレイスタイルをカメレオンのように変え続け、参加チーム全ての特徴がオムニバスのように現れた。後半終了時点で2対2。シーソーゲームはスタンド全体を魅了し、世界中の観客たちも画面越しに胸を躍らせる。延長前半。 ディフェンスのわずかな隙を見逃さなかったフォワードがゴール前の混戦をするりと抜け出して得た絶好のチャンス。来た、見えた、決める。来る、わかる、止める。頼む、決めろ、勝つぞ。頼む、止めろ、勝つぞ。試合を決定付けるべく放たれたシュートはキーパーが予測した通りの軌道を描いたが、ほのかにかけられていた縦回転がそのコースをすぐにだけずらす。 中をかけるボールは小指を弾き、ゴール左上隅へ吸い込まれた。2対3。痺れるほどの高揚感が会場全体を包み、大歓声が湧く。ギリギリの攻防はその後も続き、ついになったホイッスル。延長前半終了。しばしの休息。みんな、いけるぞ。差は、たったの1点。あのトロフィーを掲げるのは、俺たちだ。さすがにヘトヘトだし。 全身あちこちがたついてるけど、それは向こうも同じ。決めよう。15分あれば、チャンスは必ず数回訪れる。全員の感覚をつなぎ合わせて、一瞬をつかもうぜ。こんなゲーム、一生に一度経験できるかどうかだ。体験する全部が僕らの宝物になる。フィールドには国境がない。そこにあるのは、一つのボールと一つの世界。両チームは CU を決するべく相対していながら、 共にサッカーを愛する大切な仲間。同じような苦悩を感じ、同じような感動を抱き、同じような未来を描き、同じような愛情を注ぐ。民族、宗教、国籍、年齢、性別、病気、障害、能力、個性。様々な点に違いはあれど、こうして文字通り、一つになれる。各々の違いを尊重した上で、分け隔てなくその特徴を生かし、 一つの世界を全員で楽しむ。時折生じるマイナス要素は、チーム全体で上手に埋め合わせ、一つのボールを丸く形作る。その世界とボールが織り成すゲームは、この宇宙が戦後するほど、いつでも最高に美しい。私は、今日改めて、そう感じた。ME25 年3月1日。FC サイボーグス。元選手、シンジー、元山。